目が覚めたらまぶたの上が腫れぼったりといった悩みはないでしょうか。こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、患者さんのイラストなんですけれども、相談は朝まぶたが腫れぼったりということをちょっと小耳に挟んだんで、解決策を動画でお伝えしたいと思います。まず、その方は、学生さん20、アンダー20だからまだ未成年ということなんで、大人と未成年で分けます。で、何が違うかというと、お酒を飲むか飲まないかということですね。お酒を飲んだらもう顔もパンパンになりますので、まず深酒を、これはまず予防では深酒をしないということです。で、お酒飲んだらやっぱりそういうもんだと思ってください。で、おしっことかね、汗で出したいんですよ。夜遅くまで飲むとやっぱりそのおしっこでする時間も短いんで、朝までのね。で、そういうところで、調節うまくできるように飲む量を加減してください。大人ですからね。で、それがない、大人でもお酒飲まない方は未成年と同じ処理になります。で、未成年でも勉強が、机に座ってる人、座ってる人が多いか歩くのが多いかでまた違います。座ることが多いということは足の方がむくんでいるということは、水分代謝がうまくいってない可能性が高い。で、座ってる人はどうしてほしいかというと、貧乏椅子にしてください。貧乏ゆすりをしてください。っていうのは、足の、ふくらはぎをうまく動かしてください。で、意外とランニングと同じぐらいの消費カロリー、貧乏ゆすりはあります。と、この間本で読みました。私はカロリー計算しないので、そのぐらい匹敵するぐらい貧乏ゆすりは素晴らしいということです。ダイエットにはね。はい、で、あとは本来は貧乏ゆすりはカロリーだけで出やすい、早くてもいいんですけれども、このむくみとかの時にはゆっくりした方がいいですね。ゆっくりリンパの流れを意識しながら伸ばしたとこからじわーっと帰っていく。で、また反対の方を伸ばしてじわーっと帰っていくように意識してください。その時呼吸を合わせた方がいいですね。ふくらはぎの方がメインになるんで、ふくらはぎを伸ばす時に息を吐く。で、こっちの向こう爪側の筋肉を、足の甲を上げるときには吐くようにすると、もっと効率がいいと思います。で、これあくまで予防ですね。で、歩く方は同じ原理なんですけれども、こう、後ろに蹴るときですね。蹴るときに指先から地面を掴んで蹴るイメージで、後ろね、蹴飛ばすイメージで進んでください。そうすると、ふくらはぎまでしっかり使えて、この指をしっかりね、動かすことで、末端の血流がふくらはぎに行きやすい。で、ふくらはぎに集まった筋肉を、足をこういうふうに動かして、体の方に戻していくという、二段構えになります。だから歩いてる人は、いろいろ細かいことかもしれないですけど、指ごと動かしてください。足指ごとしっかり動かすようにしてください。で、お酒飲まずに座ってる人が、座ってることが多い人は、貧乏ゆすりを取り入れる。で、家で仕事場でちょっとね、具合悪いと思うんで、家でしっかり貧乏ゆすりをしてください。ね、はい。で、それからあとは、朝の、これは予防ですけれども、やっぱりこのように、目頭から目尻にかけて、マッサージをしていく。もしくは、指圧を、ね、ゆっくりしていく。こういったことをね、取り入れてください。ね、上も下も同時にやって、で、最後、こめかみに持っていって、こめかみから頭の方に持っていく。で、最後は首の方に持っていって、肩をこのように動かして、吸収させて、で、あとはおしっこで出す。汗をかく。といったことをやると、続けていくと、まぶたもちょっとマシになっていくと思います。で、やっぱり、それをやっても飲んだらまた出ますからね。飲む人は、の終了を考えるか、飲んだ後汗をね、心臓バクバクしない程度に落ち着いたら、汗をかくようなことをね、すると、朝のまぶたの腫れ、ぼったいのはマシになってくると思います。で、あと、寝すぎでもなりますんで、そういった健康管理をまずしてから、こういう顔のケアっていうのが、二段構えになりますけれども、
この腫れぼったいのを解決していくということになると思いますのでね、ぜひあなたの美容と健康に取り入れてみてください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。